はい、こんにちは。ペンギンデニムではジーパンや革靴などの経年変化、それから個人的に気に入っているファッションアイテムについても紹介しています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、今日は38回目になりますが、まず報告です。はい、おかげさまでですね、登録者が200人を突破しました。ありがとうございます。で、当初からですね、100人単位で登録者が更新された時に、今この趣味で作っている BGM をですね、更新しようということで考えてましたので、はい、 BGM の方も更新しました。200人から300人まではこの BGM でいきたいと思います。はい、今後ともですね、どうぞよろしくお願いします。ということで、今日紹介するのはですね、前回に引き続き、ダウンジャケットになります。前回はデサントの水沢ダウン、アンカーを紹介しましたけれども、あちらは主に外出先でですね、着用することが多いと。で、今回紹介するのはインナーダウンですとか、家の中でさっと簡単にですね、羽織れるようなダウンジャケット、こちらです。非常に人気の高いモンベルのスペリオダウンです。はい、このスペリオダウンは本当に使い勝手が良くてですね、一度着用し始めるともう手放せなくなるんじゃないかなと思います。で、このスペリオダウンはですね、高品質のダウンが使用されている。で、このダウンが800フィルパワーですので、まあとにかくですね、薄くて暖かくて軽いと。で、重さは 156g ですので、もう本当に着ていてもですね、着ているのを忘れるくらいですね、もう本当に軽い、軽いですなので基本冬になるとですね、まあ、これを羽織っていることが多いです。で、フロントの部分はこれボタンになっています。まあボタンなので、まあ、風を通すっちゃ通すんですけれども、家の中で着るときなんかはまあ全然関係ないし、むしろボタンの方がさっと羽織りやすいと思います。それでは着用動画をご覧ください。はい、モンベルのスペリオダウンと、リゾルトの710を合わせてみた動画を見ていただきました。インナーに着ているのはユニクロのハイネックのシャツです。はい、見た目はどうか分かりませんけれども、とにかく活用しやすさで言うとですね、このモンベルのスペリオダウンというのは本当に重宝しています。はい、ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。